くるーん、お帰りなさいませ。メリーさん家でお給仕してるくるるとさらさです。はい、今回の動画ですね、私たちね、店長やってね、何年か経つんで、面接とかをね、多分過去にね、何人やった、もう1000人は多分超えてるんじゃないかな。そんなに超えてる？超えてるくない？でも多分さらしちゃん超えてると思う、私はなんか多分そんなにやってない。そう、基本的になんかその、私が面接することが多いから、多分私は1000人以上多分面接してきたんだけど。すごっ。やばいよね。人事部ってやつだ。すごい。はい、で、その中で、本当に頭がおかしいレベルのやばかった面接の話をしようかなって思います。で、なんか、マジで、どうしたっていうレベル、本当に、これは誰が聞いても引くだろうみたいな、レベルのことしか言わないです。なんか、ちょっと何か粗相があったとかレベルじゃ別に何も思わないです。です。私、でもそんなになんか、まあ、ちょっとやばいな、みたいな人結構いたんだけど、まあなんかなんだろう。身分証の、身分証じゃなくて、なんだっけ、証明写真のところに、プリクラ貼ってくるとか、そういうのってさ、結構あるとか言っちゃいけないんだけど。そう、なんか別に証明写真プリとかだったらさ、守りたい気持ちはわかる、あ、証明写真プリは全然いいじゃん。別に。そこ、もう結構デフォなんだよ。けどなんか、プリクラ？ガチプリクラはやばい。あ、そうだ、多分友達とのプリクラのこっち側みたいな。自分だけ側みたいな。でも背景ピンクとかってことでしょう。やばいね、それ。一応白だったけど。気使うな。まあそういうのはまああるじゃん。まあでもそんぐらいだったら別にね、そっか、みたいな、しかならんね。なかったんだなぐらい。なんか考えた末のって感じだよね。でもそれじゃなくて、本当になんか仕事としてどうなんみたいな、仕事しに来てんだよね、みたいな。ってレベルの人です。じゃあまずはジャブからね。ジャブとか言ってあるんだけど。これ私が面接したんだけど、今、どこどこで働いてて、みたいな。で、今度ここで働きたいです、みたいな感じで面接来て、あ、そういう感じなんだ、みたいな。ってことは、一回その店を、A 店を辞めて、こっちのお店で働くのかな、みたいな感じじゃん。普通はね。あ、じゃあここの店は辞めるってことなんですか、みたいなことを聞いたら、あ、いや、辞めないですよ、みたいな。まあ第一になんかその本カフェっていうのが基本的に多分どこも大多数のところが掛け持ち禁止なんですよ、本カフェ同士の。そうだね。なんか別にコンビニと本カフェとかだったら全然いいんだけど、同業他社で働くってことは基本的に許してないんですよね。まあでもこれどこの業界でもそうなんじゃないかな。普通にその同業他社で働くってちょっと結構ありえないんじゃない。ソフトバンクの人が au で働くとか、そういうことってしないじゃん、普通は。なんか、あ、やめますかみたいなこと聞いた。え、やめないです、みたいな。え、みたいな。あ、やめないんだ、みたいな。え、で、ここは、じゃあどうしますかみたいなことを聞いたら、なんか、え、ここも働きます、みたいな。ここも働くし、もう一店舗もずっと続けます、みたいな。二店舗、掛け持ちしますって堂々と言ってたから、あ、いや、なんかちょっと、いや、そっちをなんかやめれないんだったら、まあ、こっちはちょっと、あれですかねみたいな。その、掛け持ちになっちゃうんで、多分そっちのお店も、ちょっといろいろあると思うんで、みたいな。やったら、え、何がダメなんですかみたいな。いや、なんか、まあ、どこの業種もそうですよねみたいなこと話したけど。3回ぐらい、なんでダメなんですかって聞かれて、あ、わかんないんだって。まあ、そういうね、認知にズレがある人いますよ。はい。っていうのありました。はい、二つ目。これがね、結構ね、重いんですよ。重いというか、なんかちょっとマジレスしちゃったもんね、私。身分証預かるじゃないですか、やっぱり面接の時って。その人が身分証明してくれないとこっちも採用できないし、雇えないから。だから身分証預かりしてもよろしいですかって面接の時毎回聞くんですよ。見たら、いや、ここのことを信用できないんで無理ですって言われて、え？みたいな。しかもなんか、弱いね。最初から死ぬほど態度悪くて、なんか履歴書持ちですかって聞いたら、いや、持ってきてないですって言われて、あ、そうなんだと思いながら、まあ普通に、あ、そうなんですね、お茶、じゃあ記入してもらってもいいですか、面接シートの方って言って書いてもらって、で、できたかなと思って、あーって、書き終わりましたみたいな。メルティブラウンの店長のサラサです、みたいな。言ったら、いや、私受けたのに言うことでなんですけど、すごいなんか怒られて、系列。そう、系列店なんで全部まとめて私が面接させてもらってますっていう説明もして、でも死ぬほどずっと態度悪くて、で、寝てたけど、とりあえず身分証、行かなきゃって身分証聞いたらそれ言われて、
もうなんかドアから入って座って今の受け答えの間に何が信用できないとこがあったんだろうみたいな、私の落ち度どこにあったんだろうってなって、マジでわからん。何かありましたみたいな、聞いたら、いやなんかこの業種、っていうことにそもそも信用がないんでって言われて、やばいよね。すごくない？うん、信用できないとこわざわざ面接しに来てるの。なんで来た？だからもうなんか身分証をなんかこっちも預かれないんだったらとか証明してもらえないんだったら、今日帰ってもらっていいですかって、そもそも雇えないしね、身分証ないとね。そうだからもうちょっと対応できないんで帰ってもらっていいですか？言ったら、いやじゃあ履歴書返してください。言われて、いや履歴書持ってきてないやんけよあんたはと思って、こっちの面接シートな、うちのお医者で作った面接シートだから、これもなんかあの内部情報になるし、私の書き込みもあるから内部情報になるんで、あの外に持ち出せないですよ、したらじゃあ警察呼びますよ、おい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 みたいな、唐突な警察みたいな、なんか警察って言えばね、みんなひるむと思ってるかもしれないけどね、いや呼んでもらったら全然構わないけど、なんて言うんですかねみたいな、っていうめちゃくちゃ揉めましたよっていう話です。びっくりだよね、はてなはてなはてなすぎてびっくりしちゃった、その話聞いた時、でも私もめちゃくちゃマジレスマンだから、なんかこの業種っていう括り自体がなんかめちゃくちゃこちらに対して侮辱ですよねって言っちゃった、それ面接何しに受けたんだよね、何がしたかったんだろう、本当に時間取らせるだけ取らせての嫌がらせみたいな、ね、嫌がらせだよね、普通にね。ビラとか配ってさ、その人がさ、なんか入って、で、システム説明とか全部聞いて、めちゃくちゃ暴言入って帰ってくって感じだよね。そうそう。え、どういうこと？ね、何しに来たみたいな。俺、メイドとか興味ねえから。それな、この業種、興味ねえから、みたいな。疑問みたいな感じで帰って。来たのお前やんけみたいな。そう、びっくりだよね、普通に、なんかその信用できない業種っていうのはまあ置いといて、その中でも信用できる店をわざわざ選んで、ここを選んで面接来たんじゃないんですかみたいな、って聞いちゃった。なんだろうね、やっぱあのリリーコテージじゃなかったってことがあれなんじゃない私が面接したのが悪かった。まあ失礼しました。でも、ね、この動画を見てね、あの面接受ける方、多分メルティフランで私がやります。いや本当にね。はい。基本的にはね。そう。なんでこんなのね、本当に。他の店とかも受けたのかな、どうなんだろうね。でもマジでなんかこの業態、ここら辺の人たちのためにも言うけど、マジで受けない方がいいと思う。このお店も多分同じなんでって言っちゃったもん。いや、どこの店もって。一緒だよね、普通にね。最後のやつは、あの、これ、この今の重かった話をちょっとほんわかさせるためのネタ1個。はい、あの、これは、ついでみたいな感じで言ってきたやつが、私はバースデーで売り上げ40万円売り上げましたよ、みたいな。そうや。しかもなんか確かバースデーと卒業イベントみたいなのを多分同時にやって、それで40万円売り上げましたってすごいドヤ顔で言われて、それってどういう反応すればいいのって感じですか、ね、なんかその、すごいとも別に言えないし、かといってあお客さんいないわけじゃないんだねっていうのが伝えたいのか分かんないけど、親顔ですごい言われるとわからん、やってやりましたよって感じなんだろうな、本人の中ではね、まあ井の中の蛙なんですよ、すごいって言ってほしかったんかな。何なんですかね、はい、コンカフェは広いんでね、はい、頑張ってくださいね。こういうのもね、あって我々が成長していくっていう中で、はい、あの人生経験にね、積み重なり、ここまでね、成長できました。そんなにね、あの面接でやばい話ってないんだけどね、そう、なんかみんなちゃんと、なんかしよう、ちゃんとしようっていう気持ちで来てくれるから、なんかそこまでやばいってことはならないけど、マジでなんかその、本当にあの迷惑かけるぞってつもりで来ないと多分あのこんな風になりません。なんないよね、てか喧嘩腰で来るのもびっくりだよね、面接に対してね、そう、怖い。なんかあの小心者なんで勘弁してください。お願いします。はい、今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今日も元気にいってらっしゃい。